ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町、浜松町。一人のサラリーマンが仕事を終えてオフィスを出てきた。よし、給料も出たし、ステーキ食べて帰っちゃおうかなと思ったんだけど、ステーキハウスが潰れちゃってるよ。じゃあ隣の中華にって思ったら、こっちも閉まってる。そんなに流行ってなくはなかったんだけどな。しょうがない、いつものあそこに行くか。今日も彼は路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェに向かった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。ということで、お店がことごとく潰れてたんですよ。この辺も変わりましたね。再開発の影響なんですかね。それもあるかもしれないけど、実際コンビニなんかに押されて外食産業自体が苦戦中って言われてますからね。このお店大丈夫なんですか？余計なお世話ですよ、お客さんと言いたいところなんですが、実はまあ正直言われるような状況じゃないのは確かなんですよね。というわけで、実はこの後超凄腕の有名経営者さんから外食産業で生き残るヒントをもらおうと思ってるんですよ。あれ、マスター自体が元経営学者じゃなかったでしたっけ？何か言いました？あれ、でどんな方なんですか？そのなんと、あのロイヤルホストや天丼てんやを再生させて、今も業績を着実にアップさせているロイヤルグループ会長の菊池忠夫さんなんですよ。すごいでしょ。なんと。邪魔はしないんで、今日も話聞いてっていいですか？かしこまりました。では浜松町イノベーションカルチャーカフェ開店です。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ、マスターの入山明恵です。見習い店員、ボイスメディアボイシー広報の高原恵美です。浜松町で働く文化放送アナウンサー砂山慶太郎です。はい、この浜松町イノベーションカルチャーカフェは、イノベーションですね、ビジネス、それからカルチャー、文化面、今こういったところで日本中世界中で面白いこと、新しいことがどんどん来ていて、その第一線で活躍されている方に実際にスタジオに来ていただいて、まあ楽しく分かりやすく、そして時に深くお話をさせていただいて、そして、まあ、2時間聞いていただいた後でですね、あ、すごい楽しかったけど、なんかちょっと勉強になったなということをリスナーの皆さんに持ち帰っていただければいいなという番組ということで、まあ、10月から始まりまして、今回がおそらく第7回だと思うんですが、8回か、すいません、いきなり間違えましたねあの第7回、先週ね、あの聞いてくださった方分かるように、週刊少年ジャンプのあのドクタースランプやドラゴンボールを打ち立てた鳥島、ね、元編集長に来ていただいて、大変な反響で、もうね、ツイッターでは神回だったと、神に回でね、だったっていうぐらいの、 あの反響をいただいたので本当に嬉しかったんですが、実はその番組の直後に、僕本当は元鳥島さんとお話ししたかったんですけど、その日からインドネシアに海外出張することになってまして、もうスーツケース持ってきてましたね。そうだ、あのままね、もうバーって行って羽田空港行ってインドネシア行きまして、で機中泊2回やったんですよ。実質ね、インドネシアでは1泊だけで、1泊4日っていう、そうなんだ、行きで泊まり、なんだこれは、帰りで泊まり、そう、1泊4日っていう地獄の出張やりですね、帰ってきて、で週末だけちょっとまだ大学で仕事があったんで仕事をして、実はこの月曜火曜と熊本に出張行ってたんです。忙しいね。ついさっき熊本から帰ってきただからもう先週のラジオからここまでほぼずっと飛び回ってたんですよ。そうか、つながってる感じですね。感じですね。それで、今日ね、で熊本いたんですよ。で僕実は熊本って初めていたんですけど、知ってます？熊本の市内にドーミーインっていう今すごく勢いのあるビジネスホテルがあって、はいはい、まあ、ドーミーイン自体は全国にね、そうなんですよ、ありますよね。でね、あの何の気なしに泊まったんですけど、なんとビジネスホテルですよ、最上階に天然温泉あるんですよ。最上階にあるんですか？普通にね、ビジネスホテルの市内のビジネスホテルの最上階に天然ホテルがあって、そんないい感じの、そう、しかも最上階なんで、あの
あの露天風呂あるんですよ、うん、なんで僕でも前日ねもう焼酎飲みすぎたんで熊本 でボロボロだったんですけど、もうすごい久々に温泉入って最高みたいな、すっきりして帰ってまいりました。あ、よかったです ねいやインドネシアの一泊四日の疲れも取れますね。取れちょっと取れた。やっぱ火の国は違うな、さすが阿蘇と思って。どうですか、すなちゃんとか温泉最近行ってます？温泉は行ってないな。え、好きでしょ温泉。いや嫌い、嫌いじゃないです。銭湯はよく行って、はいはい、でホテルでも最近でもビジネスホテルは確かに、うん、風呂はついてますね。そう、なんかいいお風呂ついてるビジネスホテル増えてるみたいですよね、うん、今年夏札幌に行ったんですけど、はい、そこはいいお風呂がビジネスホテルですけどついてました。やっぱあって、はい、やっぱリラックスして、リラックスして。たがえみさんはどうですか温泉。私もスーパー銭湯ぐらいしか行かないですね。ただ漫画がいっぱい置いてあるところが最近たくさん増えたじゃないですか。なのでそういうところで土日時間を潰したりとかしたりしてます、ね、あ、土日にスーパー銭湯行ってんだ、はい、丸1日で2000円ぐらいなんです。え、安い。たがえみ放題でとかで行ってます。それはメインお風呂なの、メイン漫画なの？両方ですね。岩盤浴とかもあるんで、はい、汗かいた後温泉行くことはありますけど、2回か3回入ってあとは漫画ですね、ずっと。ということでやっぱお風呂もすごい日進月歩なんですよね、うん、ぜひそのうちなんかこの番組でお風呂特集やってみたいですよね。ねえ、確かに楽しそう。風呂に入りながらやりたいですけどね。風呂でできないですかね。なかなかちょっと女性もいますからね。あ、そうだね。そうですね。そうね、じゃあ男だけでやりましょう、はい、全く意味ないけどね。おっさんだけど何の色気も、風呂入ってるラジオっていう、カコン。さあ、では前回ねちょっと神回とも言われましたけど、はい、なんとそうですね、はい、過去のコンテンツが YouTube と Podcast とそしてついにボイシーで今日から放送をさせていただくことに、はい、なりました。で、YouTube と Podcast だったりとかは1回の放送がまるっと入ってるんですけど、うん、ボイシーの場合はコーナーごとに放送を楽しんでもらえるようになっています。より細切れで聞きたいっていう時にパッと聞けるってことですね、はい、そうです。でかつ、コーナーの中でも前半と後半があったりするので、そういったものもちゃんと分かれて聞いていただけるようになっているので、はい、好きな隙間時間に、はい、ボイシーで楽しんでいただけると思います。じゃあ皆さんね、ここ生で聞けなかった方はラジコ、YouTube、ボイシーと3つの聞き方があるっていうことですね、はい、あとポッドキャストも、ね、ポッドキャストもあるから、はい、いっぱいありますね、はいはい、ぜひともよろしくお願いします、はい、さあでは今日のメニュー参りましょう。この後すぐ常連さんとして雑誌プレジデントの鈴木克彦編集長をお迎えして、主な経済ニュースを入山解説とともにお伝えするエコノミートピックス、そしてビジネスマンにとって欠かせない話題のキーワードや専門用語を解説し知識をアップデートする浜松省ビジペディア、今日は明治大学3年の工藤理央さん、新キャラが来た。来た来た。エルシャラカーニ女子大生、エルシャラカーニ女子大生、はい、このシリーズは変わってます、ね、変わってないですね、はい、ポイントは来週だよ ね、 そうですね、来週果たしてエルシャラかっていう、どうでしょうかね、はい、まあ、でも今日はその明治大学の工藤さんですね、はい、工藤さんが時短営業を開催します、うん、はい、8時からはゲストコーナー、浜松町イノベーションサロン、ファミリーレストランのロイヤルホスト、天丼天屋を手掛けるロイヤルホールディングスの菊池忠夫代表取締役会長をお迎えし、今後の外食産業で成長するにはというテーマでお話しします。この菊池会長、私お会いしたことあるんですけど、先週も言いましたが本当に素晴らしい経営者なので、うん、もうぜひ皆さん注目して聞いていただければと思います、はい、続きましてビジネスに役立つ経営学者の漫画アニメ解説、漫画アブさんを経営学者の目線で解説します。アブさん、またまたアブさん来ました。アブさんで行けますか。いける。今回は確実にいける。いけますか。いけるいける。今までで一番遠いと思うんですけど、いけますか。この前も言われたから。いや、そうか。毎回遠くなりますけど今回いける。いけるいける、もう余裕いけます。わかりました、はい、楽しみにしています。そして8時40分頃からは横浜 DeNA ベイスターズ初代社長池田純さんがお送りする池田純スポーツコロシアム、以上のラインナップです。はい、そして生放送ですね、皆さんからのメッセージもお待ちしています、ゲストの方への質問だったりでもいいんですが、今日のテーマ、飲食店に臨むこと。あー、これはしかも今日菊池さんが来てくれるから、うん、その意味でもね、聞いていただくっていう意味でもいいですよね、うん、お二人なんかあります、飲食店に臨むこと。今こうすごい地域限定で言いますと、浜松町がですね、すごいのビルが大きい、ね、こう何百メートルっていうビルができてるからね、やっぱりこう1万人ぐらい増えるんですよ、その度に。そうするとすぐランチがいっぱいになるんで、あ、いわゆるランチ難民が出てくるっていうことね。そうなんです。12時から11時半に僕シフトしたんですけど、うん、もう11時半でもいっぱいなってきた。あ、そうなんですか。なんで11時15分にしてもらえないかな。もう昼よりかは朝ごはんの域に入ってめっちゃ具体的な要望です。11時15分にしてほしいのぐらいがいい、うん、なるほど。
高由美さんは？私お子様プレートぐらいのサイズのご飯を大人にも提供してほしいなと思います。すごい小食のね、はい、なんかあの少し前の放送でもそういうお話したことあると思うんですけど、うん、あんまり食べる量があの増えてないというか減ってきた方なので、そういうのも楽しめるようになったら嬉しいなと思います。僕はね最近やっぱりこういうお店お昼からたまにビール飲みたいなって時があって、うん、ねでそういうお店増えないかなと思って実は今日菊池会長いらっしゃるんで、はいはい、たまたまさっきね羽田空港にいたんで羽田空港 の、 あのロイヤルホールディングさんが持ってる天屋行ってきたんですよ、はいはいはい、ビールや出してるんですよ。うおービールだと思ってよっぽど飲もうかと思って番組前にで死ぬほど悩んでやめました今日は一応やめときました一応ね、はい、一応、はい、なんで結構ねお酒今飲めるようになってきますからね、いろんなレストランがね、うん、こういう店を増やしてほしいですね、はい、さあ皆さんの飲食店に望むことを送ってください。宛先です。メールはイノベーションアットマーク JOQR.net INOVATION アットマーク JOQR.net そしてツイッターのハッシュタグは浜カフェをつけてお願いします。浜は漢字、カフェはカタカナです。どしどしお寄せください。浜松町イノベーションカルチャーカフェお送りしています。浜松町イノベーションカルチャーカフェ浜カフェ、ここで今日のパートナー、このお店の常連さんを紹介します。雑誌プレジデントの鈴木勝彦編集長です。どうぞよろしくお願いします。鈴木です。よろしくお願いします。プロフィールを紹介します。鈴木さんは大学卒業後プレジデント社に入社、企画編集部に配属され、日本航空のビジネスクラス用の機内誌アゴラの編集に携わります。94年にはプレジデントの編集部に配属、プレジデント副編集長やプレジデントファミリー創刊編集長を経て、2012年よりプレジデントの編集長に就任されています。はい、皆さんもあのプレジデントというビジネス誌はご存知の方が多いと思うんですが、私ももうあの鈴木さんとは何度もお会いさせていただいてるんですが、あの今そのビジネス誌というジャンルの中で、あの発行部数でいくと実は日本で一番売れてるのが実はこのプレジデントなんですね、はい、そこの編集長さんだということです。あの雑誌はあの半期に1回半年に1回あの日本の ABC 協会というところから審査を受けて部数が発表されるんですけれども、うん、それがその編集長の成績表みたいなもんで毎年嫌な時期であるんですけれども、おかげさまでプレジデントはこの5年10期連続ではビジネスとしてはナンバーワンという数字になっております。はい、私あのこの8年間、はい、8年あの編集長って8年になるんですけど、8年間やられたんですね、はいはい、まあ、そのうちのまあ10期については一番取れたということで、まあ、ただ次どうなるかわからないので 毎回もうドキドキです。やっぱドキドキなんですね。でもこの出版不況の折で当然な、はい、ビジネス誌も、ね、苦しいところはあると思うんですけど、はい、その中でこうやって一番が取れてる理由って何だと思いますか？日本中で読まれてる理由。はい、それはやっぱりあの読者が何を求めてるかっていうことを毎日必死になって考えておりますし、うん、でまあ、あの自分と読者が一体になれるような工夫を毎日しているもんですから、はい、そのおかげかなというふうに思っております。もうとにかく自分の悩みは何だっていうことを日々突き詰めるわけです。自分の悩みを考えると、はい、それがイコール読者の悩みにつながってんじゃないかっていう、はい、読者の悩みに至らなければ、まあ、自分の掘り下げが足らんと、で自分を反省するというような形になります。、はい、まだまだ面白いですね、はい、そして実はこ の、 あのプレジデントに私も長い間というか何年か連載をさせていただいてまして、はい、そして実は今後からですね、今回の発売後からその連載がちょっとリニューアルされまして、はい、入山昭恵教授のいい会社の作り方という連載がですね、新たに01ですね、12月13日号からですね、はい、でスタートしておりますので、はい、まあ、それまで鈴木さんとも何度もお会いさせていただいてるんですが、はいはい、よかったらあの手に取っていただければということで、加えて結構この番組とか文化放送とも結構関わりあるんですよね。いや今回ね、特集が話が面白い人退屈な人っていう特集なんですけど、うん、はいはい、これ僕は関係なく今日鈴木さんいらっしゃるって知らない段階からこれちょっと読んでたんですけど、あ、たまたま、本当にたまたま、はい、なんとあのまあ、一応こうなんですか、こう話が面白い人、退屈な人、これどういう人がこうこのインタビューに答えてるのかなっていうのをこうチェックしようと思って。しかもね、アナウンサーだから当然話が面白い人気になりますもんね。ねえ、うん、と思ったらうちの部長がですね出てる。マジで太田秀明という、すごい部長出てんの。ええ、眠たすぎる話をどうやって終わらせるかっていうところ、あの本人のあくびの写真付きで、あ、この人太田さんなんですか。そうそう、うちの太田誠さんのゴールデンラジオのアシスタント。あ、本当にたまたまということは、この太田さんは、太田部長は、はい、
話が面白いってことね。その眠たい話を、まあ、あのこう話を眠い話をしてる人をこううまく話を切るにはどうすればいいかっていうのがこう書いてある。だから気になるのはその太田さんの動画、まあ、太田さんも面白いですよ。太田さんも面白いですよ。なんかただ楽しくなってきて、いやいや、ずっとあの吉田テレビさんのラジオを支えてきた。いや、吉田テレビさん支えてるならね、はい、面白いに違いないですよね、はい、なるほど、ね、追求してくるのすごい逆に答えづらかった。ここで面白いですよってちょっと嘘くさい感じが難しいよ ね、 しましたけどね。あとであれですよね、この番組の確か第2回に出てくださった、うん、はい、博報堂の一円雑誌の仕掛け人の小野直樹さんが、これも本当たまたま何の分かってないんだけど、はい、田原総一郎さんからまあインタビューされる形ですね。の有名な田原さんの、ね、連載なんですよ、うん、ネクストブレイカーズってずっと田原さん連載されてて、それに本当にたまたま今回小野さん出てるんですよね、はい、で1回目のゲストの中村一也さんも、あ、そう、中村一也さんも出てるの、中村一也さんも今回出てます。何、なんか結託してんの。なんかバーターでなんかやってんすか。たまたま著者インタビューっていう、おお、めちゃめちゃ本当にすごいですね。そうですね。え、じゃこの番組に携わってるとか文化放送に携わってる人が4人僕も含めて、はい、今プレジデントに出てるっていう、うん、これ鈴木さんたまたまですよ、ね、いや、私何の指示も出しておりません、はい、編集員が駆けずり回って作りました。まあ、逆に言うと、まあ、僕はさておきやっぱり今旬の人を捕まえてるっていうことなんでしょうね、うん、どうですか鈴木さん、あのプレジデント最新号、何かこの辺読みどころとかありますか。そうですね、キャッチコピーで言いますとですね、バカを話すとすぐバレると、うん、どうやって知的な人と思われる方と、これはまあ いろんな人の気持ちを指したというような言葉になっておりまして、かなり結構ストレートなあれですね。はい、はい、まあ、自分自身も痛い言葉なんですけれども、まあ、どういうのがバカと思われるかということをついてですね、結城優先生にもお答えいただいておりまして、はい、まず第一はですね、やっぱり自慢話ですね、知識をアピールする人、自分で頭がいいということをアピールしたいんだけれども、それは逆にバカと思われてるよと、なかなか気づかないんですよね。それとですね、やっぱ相手より優位に立とうとする人、うん、いわゆるマウンティングというやつで、相手に大変な心理的な負担を与えるということをよく気づかないんですね、うんうん、ですから自分もそのバカと思われるということを肝に銘じながら話さなきゃいけないなというふうに深く反省しますね。やっぱ面白いですね、鈴木さん編集長として記事を読んで自分も反省して、はいはい、また自分の悩みで特集を考えるみたいな、はいはい、すごくこうご自身と投影されながらやってるんですね。はい、それでぐる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 8年間ましております。なるほど、面白いですね。じゃあちょっとぜひその辺の視点もまたと、ね、はい、お読みいただきたいと思います。さあでは参りましょう、今週のエコノミートピックス、入山さんが注目したのはこちらです。 NTT が新興企業の支援イベント。さあ、 NTT が11月20日から2日間にわたってインドネシアでスタートアップ企業の支援イベント NTT スタートアップチャレンジ2019を開催しました。今年で3年目となったこの催しは、情報通信技術サービスに興味を示す有望なスタートアップ企業に資金調達の機会や投資家へのアクセスを手助けする目的で行われています。まあ、ここに行ってたわけですよね。はい、そうです。先週の番組終わった後、羽田まで行って飛行機に飛び乗って、この NTT が主催するスタートアップチャレンジというのがインドネシアで行われたんで、うん、ここに行ってちょっとまあ私はいわゆるキーノートスピーチっていうんですけど、基調講演みたいなのをさせてもらったということですね、はいはい、これどうして NTT がインドネシアに、これね、今ね実は本当に面白くて、この NTT グループ、実は去年までは NTT コミュニケーションズで、うん、グループの中の一社が中心やってたんですが、今年から NTT グループ全体でやってるんですけど、これも過去4回ぐらいやってまして、東南アジア中の企業、あの国を回って、うん、そこでやっぱり日本と同じようにいわゆるベンチャー企業、スタートアップ企業がいっぱい出てきてるんですね。で、彼らに、まあ、いわゆるコンテスト、ピッチコンテストと言いますけど、その彼らがやろうとしているビジネスの中身っていうのを、まあ、大体10分以内ぐらいで、うん、ピッチと我々言いますけど、プレゼンテーションしてもらって、その中でまあ1位2位3位を選んで、そこにまあ賞金みたいなのを与えると、うん、そしてさらにそこに実はいろんな日本企業の方とかを連れてくるんですよ。そうすると結果的にそこでビジネスでやりたいんだけど、まあいろんな資金とか技術が足りないベンチャー企業と、東南アジアのですね、それから実は最近東南アジアのそういったスタートアップ企業と組むことで何かこう技術を得たりとか、あるいは当然これから東南アジア、特にインドネシアというのは3億人いる市場なんで、そういう伸びる市場を取りに行きたいっていう考えになる、日本の大企業がですねをこう引き合わせる、うん、そういった場に、ね、なってきてるんですね。実際私もそのマッチングの場にもいましたけど、いろんな企業さんとか、実は経済産業省の方なんかも来て、うん、東南アジアのインドネシアのベンチャーと交流するってことをやってるんですね。それを NTT がやってるということですね。気になるベンチャーとは気になる組み合わせみたいなのなんかありました、はい、あのですね、
まあ、これ実際審査があって1位2位3位選ばれたんですけど、うん、ちょっとね本当に驚いたのがまずねレベルが高い、うん、で日本でも今当然スタートアップ企業っていっぱい出てきるじゃないですか、ベンチャー企業で。なんとなく東南アジアってまだまだかなみたいな印象を我々勝手に持ってるでしょ。全然そんなことないですよ。ものすごいレベルが上がっていて、何より皆さん英語がうまい。だからやっぱり当然ながらグローバルからお金を調達したりサポートをもらおうとすると英語でコミュニケーションできないといけないんですよね。でそういう意味では実はもしかしたらもうねちょっと日本のベンチャーはちょっと大体に言うと遅れてきてるかもしれないなっていうぐらい上手に英語でプレゼンテーションをして、でちょっとねビジネスモデル的に不安なところ会社も確かに会の方にはあるんですけど、うん、ね今回も実はね確か6000だったかな、そのくらい応募あったらしいんですよ。だからちょっとすみません正確な数字覚えてないんですけど、うん、やっぱそのえりすぐられた 10社なんで本当にレベルが高くて、1位だった会社はですねヌードフラックスっていう会社なんです、はい、ベンチャーなんですけど、ここはねもう人工知能を使った画像解析を使った会社です、うん、だからいわゆる本当にテクノロジーを使った会社なんですね。それから2位になった会社がこれがモーダルラキアットっていうんですけど、これは API という最近技術があって、簡単に言うとプログラミング同士、複数の会社が持ってる別のプログラミング同士をこう両方融通し合うみたいなことができるんです、うん、でそういう技術を持っていろいろ金融市場いわゆるフィンテックと呼ばれてますけど、そこに入っていこうっていうベンチャーなんですね。だから単純ないわゆる iPhone アプリとか、うん、そういうビジネスもあるんだけど、もっといわゆる我々はディープテックっていうふうに言いますけど、本当に深い技術に基づいたもう本当に Google とかそれにかと同じようなことをやってるベンチャーが出てきてるってことですね。もう逆にそのインドネシアとか東南アジアの方が今、はい、たくさん企業はでき始めてる、はい、できている。そうですね、なんといっても人口多いですからね、うん、今これも重要なポイントなんですけど、今ねやっぱ東南アジアって1個のマーケットなんですよね、うん、でそうすると実はトータルで6億人いるんです。アセアンとしてはまずインドネシア3億人いますね。それからもうすぐベトナムが1億人近くなってくるんですよ。でタイも5,000〜6,000万人いますし、マレーシア2,000〜3,000万いるんで、それを全部合わせていくと実は6億人になるんですよ、うんうん、ということは6億人の中から、で中国10億人じゃないですか、近いじゃないですか、うん、だけど東南アジアでも実は6億人ぐらいあって、その中からベンチャーが出てきて、そして彼らは6億人を市場として見れるんですよ、うん、でそう考えると日本というのは、日本の皆さんも頑張ってるんですけど、1億人のマーケットで1億人の中から出てくるベンチャーなんで、やっぱりちょっと規模感が小さくなってくるんですね。だから最近よくユニコーンという言い方するじゃないですか、はい、つまり上場前のベンチャー企業っていうんで、だいたい時価総額1000億ぐらいいく会社のことをユニコーンっていうんですけど、これがなかなか日本で出てこないって言われてるんですよね。だけどその理由簡単なんですよ。実はね、対象になってる目指してるマーケット市場が小さいんですよ。アメリカ3億人いるじゃないですか。でしかもアメリカで成功すると世界中目指せるんで、中国も10億人いて、東南アジアも6億人いるから、やっぱりユニコーンになりやすいんですね。だからこの辺がちょっと日本の課題かなと、やっぱり1億人のマーケットなんで、うん、ということは実は個人的には逆にちょっと危機感を持って帰ってきました。はい、はい、という意味では、まあ日本もまあそっちに出ていくっていうか、はい、そういう方が市場は大きいですもんね。そうですね、国内よりもね。実際少しずつ今シンガポールとかに拠点を移してる日本のベンチャーもあるんですけど、うん、ぜひ日本も1億人のマーケットを狙うも重要なんだけど、例えば東南アジアの6億人、すなちゃんがおっしゃったようにそこも目指してほしいなと思いますね、はいはい、以上今週のエコノミートピックスでした。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、続いてはエコノミートピックスプラスと題して、本日の常連さんである鈴木さんが気になる話題を掘り下げます。鈴木さんがピックアップしたのはこちら。介護費用の差は10倍、フレイルとは。国立長寿医療研究センターによると、年齢を重ねて筋力などが弱ったフレイル状態の高齢者がフレイルでない人に比べて介護費用が10倍以上になるという分析結果を発表しました。そのフレイルとは、体重の減少、筋力の低下、疲労感、歩行速度の低下、身体活動の低下のうち3項目以上が該当している人のことで、要介護となる危険度はそうでない人の 3.5 倍になると見られています。さあ、フレイルって初めて聞きました、うん、高見さん聞いたことある？知らないです。すなちゃんあります、うん、ね、このフレイル、私も実はここで初めて月曜日の新聞で見ましたんですけれど、はい、初めて聞いた言葉でして、はい、
英語でフレイルティーということが語源になっているようですけれども、はい、なんか虚弱とか、うん、あと、まあ、介護が必要になる状態のことを指しているのかなというふうに思います。はい、で5つ項目あるんですね。もう一度言うと、はい、体重の減少、筋力の低下、疲労感、歩行速度の低下、この前ね、まさに歩くってテーマやりましたけどね、うん、1回ね、うん、それから身体活動の低下、この5つのうち3つ以上が該当しているとフレイルだと。はい、まあ、10倍の差があるっていうのはちょっと驚きなんですけれども、ちょっと思い返してほしいのだと、介護費用が10倍違うんですか。介護費用が10倍、はい、今年の6月に老後資金が2000万少な、足りないという問題があったと思うんですね。 ありますね。なんか社会保険庁か、金融庁ですね、金融庁レポートですね、はい、我々老後生きていくには2000万円の年金足りないみたいな、はいはい、あれは平均的な老後の生活をしておりますと月4万円足りないっていう話でした、はい、でそれが今度はこういった形で介護が必要になると、必要じゃない人に比べて10倍違うとなると生活が大きく変わってくるんです。これ我々健康なだけでも2000万足りないって言われてるのに、はい、これが介護が必要だと、そんなもんじゃないぞっていう話なわけですね。はい、そうなんです。で私自身も実は、まあ、3年前からですね、ちょっと足が痛くなってジム通うようになりましてね、フレイル仲間に入ってきましてね、それで近くのジム毎週行ってるんですけれども、なるほど、そうすると人生の先輩方80代の人たちからね、はい、いろいろと教わることが多くてですね、はい、でよく言われるのはですね、老後になって頼りになるのは家族でもお金でもないぞと言われるんですね。じゃあ一番大切なのは何ですかと聞きますとですね、筋肉だって言われるんです。あなたを救うものは筋肉しかないと。それはこのことだったのかと新聞読んでですね気づきました。なるほどね。でちょっと前にですね、ロンドン大学、ちょっと話飛ぶんですけど、ロンドン大学のリンダ・グラットン先生が、はい、ワークシフト、あるいはライフシフトの本、ライフシフトっていうすごい売れた本ありますよね、はい、これから人生100年時代だっていう本ですよね。はい、そうです。で本の中でも先生がですね、これからお金じゃなくて健康が価値が上がるというふうにおっしゃってましたんで、やはりこれから若い人もですね、やっぱり筋肉を第一と、筋肉第一主義じゃなきゃいけないじゃないかとそうか、お金でも友達でも人脈でもなくて、はい、まずもう健康というより筋肉だと。筋肉です。で鈴木さん、それ以来じゃあ健康筋トレやるようになったんですか。その以来ですね、10キロほど落ちたんです。えで実は私は太ってる頃から20キロを減ったんですけれども、はい、その流れで食べる量を減らしてたんですね、はい、で運動して食べる量を減らしたもんですが、どんどん減っちゃいまして、で今度はジムに行ってまた言われたのは、運動するんだったらもっと食わなきゃダメだと。ここにも書いてフレイルにも書いてあるんですけれども、年、を取ったら食べなきゃダメだと。でないとどんどん痩せて体力落ちていくということらしいですね。そうか、ただ落とすだけだと結局筋力も落ちちゃうから。そうです、ちゃんと食べながら、はい、運動するだけじゃダメのようですね。やっぱりちゃんと食べなきゃいけないということです。なるほどね。でもこれ実際ね、介護費用が10倍違うっていうことを考えると、ね、我々にとっても国にとってもすごく重要な問題ですよね。そうですよね。で要介護となる危険度も 3.5 倍になるということで、まあ、そうなるとまたね、かかる費用もまた随分変わるでしょうからね。はい、まさに山先生おっしゃったように、あの税金の問題にもなりますので、これはみんなで何とか筋肉を鍛えてですね、国のために尽くさなきゃいけないかもしれませんね。すなちゃん、なんか運動やってます？まあ、最近このフィットビットをつけてから、ね、フィットビットつけたからね。僕ね、自然とでも1日2万歩ぐらい歩いてるってことが判明しました。これ1万歩、はい、カロリーはなかなか消費してるってことは分かったんですけど、一切痩せないのは何かに問題がありそうですね。でも多分きっと歩いてるから多分あれじゃないですか、筋肉はついてるんじゃない。そうですかね。高井美さんも、でも高井美さんはまだフレイルとか言われてもね。でも私も最近何かの記事で、20代でやり遂げる仕事でもっとやり遂げるには、でいろいろ考えるときに一番大事なのはやっぱ体力だっていう記事を見かけたので、やっぱ本当体力作りはちゃんとしないといけないなと思いました。これからだから我々やっぱり体力が財産なんですね。お金なんかよりもね、実際に筋肉ですね。確かにこの記事見てもフレイルの状態になっている方がやっぱり風邪をこじらせやって肺炎を発症しやすいとか、やっぱりだるいと当然ながらやっぱ筋力弱っていると打撲や骨折につながる可能性があると、ね、やっぱそう考えるとやっぱり日頃から体をちゃんと鍛えておくのは重要だということですね。まあ、企業のトップの方も皆さん体鍛えていらっしゃいますしね。ああそうか、はい、これででもフレイルという言葉を、はい、覚えておきましょう、はい、以上エコノミートピックスプラスでした。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、浜松町ビジペディア、
巷にはびこるビジネス用語を番組独自に解説する浜松省ビジペディア。このコーナーは毎週レポーターにビジネス用語の独自解説をしてもらいます。その解説をアシスタントの高由美ちゃんが理解したかどうか3段階で判定、はい、その判定によって告知タイムの長さが変わります。今日のテーマこちら、時短営業ということで、今回のレポーターは明治大学3年生工藤理央さんです。はい、工藤理央です、よろしくお願いいたします。通る声すげえ。すごいぞ、本物来たぞ本物。え、めっちゃすごいじゃないですか。よろしくお願いします。ボイシーの名に恥じない。ボイシーすごいね。ごい毎回なんかすごいキャラの人。彼女は本当にすごくてですね、あのスポニチさんとうちがメディア の, あのチャンネルを開設させていただいてるんですけど、そこの公式パーソナリティに選ばれた子なので、うん、もう厳選に厳選を重ねたもうアナウンス力の高い子。あ、エージェントかな。ありがとうございます。え、声すごい。これちょっと変な、僕全然声で素人わかんないですけど、天然というか生まれた時からこういう声なんですか、それともなんかトレーニングされてるんですか。そうですね、ずっとアナウンススクール通っていて、毎朝必ず発声をするようにしていて、こうなりました。そうなん、どうですか、すなちゃん。いや、大学3年でこの声はなかなか出ないですよ。いわゆるお腹から出てるってやつですよね。この安定感はなかなかですよ。ありがとうございます。やっぱアナウンサー目指してるんですか。そうですね、はい。テレビとラジオどっちがいいの。ラジオって言ってラジオって。ラジオです。自分言っちゃダメです。はっきり言っちゃダメです。そう、すごいプロフィールですよ。はい、去年ですね、この工藤さんなんですが、はい、日本食文化親善大使に就任しております。はい。で、これは何ですか。そうですね、あの簡単に言うと、まあ、日本の食文化を海外に発信するっていう親善大使なんですけれども、あの具体的な内容としてはグルメ の, あのラジオ番組のパーソナリティを1年間私が務めさせていただいたり。あ、グルメ番組の。あ、そうですね、コミュニティのラジオなんですけど、それインターネットラジオ。そうです、そうです、インターネットラジオ、コミュニティ FM。 コミュニティ FM やられてるんですね。はい、やらせていただいてました。もうだ、本職なんですよね。いえいえ、すげえな。はい、さらにはフードアナリストの資格も持っているという。そして好きな食べ物はいちごの、いちご味のお菓子。あ、要するに食べるのが好きなんですよ。はい、ちょっと違うらしいですよ。食べるの大好きで、いちご味のお菓子も好きですけど、はい、これはどこ情報かちょっと私もよくわからない。何、発信してない情報がここに書かれてる。誰だこれ書いたの。え、本当はじゃあ何が好きなんですか。母の手作りのカレーパンが好きです。お母さんがカレーパンを作るの。はい、カレーじゃなくて。そうですね、あのカレーからスパイスを調合して20種類ぐらい調合して作ってくれて、パンもこねて揚げるってことんですけど。はい、揚げるのもガチじゃないですか。はい、やって。え、お母さん何のお仕事されてるんですか。あ、以前は専業主婦だったので、はい、よく毎日お菓子を作ってくれていて、はい、パンとかもあの作ってくれてました。すごい な, なんか商品名みたいですもんね。お母さんが作ってくれた手作りのカレーパンっていうタイトルの商品がコンビニにあったりしない。ありそう、ありそう、これは本当の話ですか。ありそう。売れると思うんですけどね、すごいな。いや、じゃあそろそろ、じゃあその時短営業っていう顔の話を今日していただくということなんですけど、時短営業とは当然時間が短いっていうことだから、うん、まあ、いわゆる営業時間が短いみたいなやつですよね。うん、はい、じゃあこのいい声で、ね、うん、解説していただきましょうかね。はい、では解説、はい、スタート。はい、まず時短営業とは何かということについてですけれども、あの人手不足の深刻化や収益の悪化によって加盟店オーナーの不満が高まる中で、その名の通り様々な業界で営業時間を短縮する流れが進んでいます。で、具体的に大きな流れとしては、特に年中無休を掲げてきた事業、掲げて事業を拡大してきたコンビニエンスストアが転換期を迎えています。業界で時短が浸透すれば、人件費の高騰にあえぐ加盟店や、あの従業員にとっては助かるというメリットがある一方で、うん、販売機会が減るということで食品ロスが増えたりですとか、あ、そうか、うん、配送が限られた時間に集中して物流にもしわ寄せがいったりするという可能性もあると考えられているようです。うんうん、なるほど。さらにコンビニエンスストアでは、災害時の物流拠点などの社会インフラの役割も担っているので、そういった面でのデメリットを指摘する声もあるそうです。なるほどね。プラスかな、時短営業っていうと、なんとなく我々従業員にいいことって思っちゃうんだけど、うんうん、意外とマイナスもあるかもしれないということですね。そうですね、
はい、であのコンビニエンスストア以外のファミリーレストランなどでも客数の減少ですとか、うん、あの人手不足によって深夜営業を大幅に縮小したりといった時短営業の流れが現在進んでいます、うん、私は大学生なので周りの大学生にあのちょっと意見を聞かせていただいたんですけれども、いいですね、ありがとうございます、はい、まず時間の使い方の自由さが大学生って大きいので、うん、そういった生活の中で夜中や早朝に自宅よりも集中できるカフェなどで作業することが多いので、そういった面で不便に感じる面も、そうか、確かに大学生、うん、僕も大学の頃ファミレスにたまって、うんうんうん、夜中まで先輩とだべったりとかしてましたもん、はい、そうなんですね、それが時短営業があるとできなくなるっていうことですね。そうなんですよ、大事な居場所なのでできなくなってしまう、うん、ということと、少し変わった意見ではあの夜中に食べるラーメンがやっぱり一番おいしいっていう、あ、それもわかるわ意見もありまして、それもめっちゃわかる、はい、そうか、時短営業されたら深夜ラーメンがなくなるってことですもんね、うん、そうですね、これも私も納得でした。うん、で私の場合はコンビニに関してはバッグや服など基本的にあのレンタルをしていたりメルカリなどで頻繁にあの利用しているんですね、はい、なので日中忙しい日には夜間や早朝にコンビニから配送をすることもあるので、そういったところでも不便が出てくるのかなと思います。この前この番組で、うん、まさに最近の若い子たちはバッグとか洋服をレンタルするっていう話をしてたんですけど、じゃあ工藤さんそれやってるんですね、うん、そうですね、今着てる服もまさにレンタル、今着てる服そうなので、はい、今なんていうんですか、あのベージュっていうか黄金色のね、すごい綺麗な、はい、あのこれなんていうんですか、あのブラウス、はい、おじさんわかんないですけどブラウスね、ブラウス着てるんですけど、これレンタルなんだやっぱり、はい、もうすげえな、ね、だこれがもしコンビニが24時間じゃなくなったら返す暇とかがなくなっちゃうってことね、はい、そうですね、タイミングを逃しちゃうかもしれないっていう感じです、はい、あと無人営業の実験も進んでるようなんですけれども、うん、やはりあの女性としてはストーカーなどもあったりするので、やあの夜に外を歩いていても人がいる店舗が、明るい店舗があるっていう安心感はとても治安にも関係してるんですね、はい、なるほどね、大きいですね。それから以前ドキュメンタリーでとある24時間営業のコンビニのオーナーさんが思っていた以上に過酷な生活をされているということを見たんですけれども、うん、あのなので店舗の状況に応じて短縮することができる選択肢はなければいけないなと私自身思いましたし、それができるように日本の経済が豊かになったらいいのかなと私は思います。ありがとうございます。あの意見で締めた人は初めてですよ。ああ、そうね。エルシャラ会議で途中で終わるっていう方もいっぱいいましたけど、エルシャラは分かりませんわっていつも言ってるだけだからね。にすごいよね。はい、いやでも今日本当勉強になりました今、うん。結構リアルな声が聞けて、はい、いやだから僕も時短というといいことばっかりなのかと思って、もちろんね従業員さんの負担をなくすっていうのはすごい重要なんだけど、うん、一方でやっぱりその我々夜中に空いてるっていうことでいろいろね。うんまあ、甘えてるわけじゃないんだけど、そこが空いてるから、うん、あの買い物も行けるし、うん、服もレンタルできるし、うん、もしかしたらそのいわゆる社会のインフラとして安全性みたいなことも実は支えてたかもしれないっていう、うん、難しいとこですね。あと働き場所がなくなるって言ってる友人もいました。コンビニで今働いてるので高い時給で稼げなくなるっていうのもあります、ね、そうか、深夜の方が高いからね、はい、学校終わった後とかにね働きに行くってなると、うん、深夜空いてるところ探したりしますもんね、はい、うん、高見さんはどうですか時短。そうですね、今工藤さんははっきり意見を言ってくれましたけど、はい、あ、私もいいことばっかりなのかなと思ってたんですけど、うん、まあ、ネガティブもたくさんあるなと思ったんですけど、私この後話さなきゃいけないので鈴木さんぜひどうですか時短営業。感想言わないといけない。ネタかぶるとあれだからね。あ、じゃあ鈴木さんいかがですか。でもこれプレジデントでもきっとこういう特集みたいなのやられてますよね、記事とかで。そうですね、プレジデント的に話すとちょっと話が長くなるので、はい、今ちょっと印象的なのはあの話申し上げますと、女の子にとってやっぱりちょっと怖いですね。やっぱり時短営業になると街が暗くなるんじゃないかっていう感じがしますね。昔を思い出しますけれども、あの子供の頃は暗闇っていうのがありましたけれど、今なかなか東京に行ってそういうことを感じませんけれども、時短営業でそういう暗闇がまたやってくるのかと思うと、なんかあのちょっと懐かしいとともにちょっと怖いですね。なるほどね。ただ他方で、あ、いや、じゃあ今ビジネスになったからやめてみましょう。はい、いいです、じゃあ他方でいいですか。他方で行きましょう。はい、他方でいい、じゃあ、あ、私でいいですね。はい、はい、それではじゃあ判定いきますかね。はい、判定役はアシスタントの高見ちゃんです、今回のこの時短営業に関する説明、すっきり、もやもや、さっぱりの3段階で判定してもらいます。判定時に応じてレポーターの告知タイムが30秒15秒5秒と変わります。では判定お願いします。はい、今回の判定はすっきり。
ということで、やっぱり先ほどもお話しされてましたけど、うん、やっぱり治安だったりとかに関わってくるほど大きな影響力のある時短営業なんだっていうのを今回初めて改めて、ね、そうですね、認識をしたっていうのが私の中で一番なんかこう、だからあれだよね、重要になった。でも実際僕ね、はい、コンビニの方とお話を伺うと、彼らともやっぱりそういう社会的な使命みたいな感じてる人いるんですよ、うん、やっぱりコンビニは社会のインフラだから24時間開けたいんだと、うんね、だけど現場は大変なんだって悩まれてて、だからもし本当にこれをなんか時短するなら、それに代わる社会のインフラの仕掛けみたいなのをもしかしたらまあ政府のサポートも含めて入れていくみたいなことすら本当は必要なのかもしれないですね。ちょうどなので工藤さんがお話されてましたけど、営業体制を選択できるようになるっていうのを、まあ、できるような、ね、社会になるといいなと本当に思いました、うん、はい、はい、さあじゃあのスッキリですんで告知タイム30秒ございます。はい、ありがとうございます、はい、まあ、毎回の大学生はそんなに告知あるのかと思うんですけど、これがあるんですよね。あるんですよ。さあそれでは工藤さんお願いします。はい、改めまして工藤理央です。現在ボイシーのスポニチニュースのパーソナリティをやらせていただいています。毎週日曜日の、私は日曜日担当なので日曜日の朝6時半から放送させていただいています。休日の朝にふさわしい元気で明るい声で、心も声も明るく配信させていますので、皆さんの日曜日の朝を明るく彩れたらいいなと思っています。よろしくお願いいたします。尺もバッチリ私今ね、僕今ねすごい重要な事実に気づきました。何でしょう。過去ボイシー 4回出てるじゃないですか、はい、4人が3人で4回出てるでしょ、はい、4人ともスッキリなんですよ。4回とも。あ、本当ですか。エルシャラ、エルシャラはモヤモヤとさっぱりとスッキリなんですよね。来週誰か、来週ね、どうなるか楽しみになって参りましたね。はい、でも浜松ビジペディア、今週のレポーター今回初登場でございました、明治大学3年工藤理央さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、文化放送浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ、お届けしています。今日のメッセージテーマは、はい、飲食店に臨むことということなんですが、それに入る前にツイッターの方からですね、そういった今日いろんな方がいっぱい書き込んでくださってるんですが、うん、A1 さんっていうのかな、 A1 さんありがとうございます。ドーミーイン、ね、冒頭でネタにしたやつですね、ビジネスホテル熊本で入った、はい、ドーミーインは他と違う朝食に地方素材を使ったメニュー、湯船の大きな共同浴場、これ入ったやつですよ、枕の種類を選べるなど他のホテルの内装やアメニティの差以外にこだわりがあって面白いです。実際朝食どうでした。朝食で僕食べなかったんですよ。もうや酔っ払いすぎてやめちゃって、その代わり温泉入って、しかも天然温泉ですからね、聞いてんですよ、びっくりですよ。鈴木さんって、ね、当然プレジデントの編集長されてるぐらいですから、きっと日本中飛び回られてたと思うんで、いろんなビジネスホテルとか泊まられてると思うんですが、なんか印象に残ったこととかありますか。ですね、印象に残ったということよりもですね、期待 したいことっていうか、お願いがありましてですね、ビジネスホテルに、はい、先ほど申し上げましたように、私毎週末大体ジムに行くんですね、はい、そこで地方にホテルに行きますと、まずジムのあるホテルを探すんです。これがですね、値段が高いところでないとなかなかいいジムはなくてですね、探すのは大変苦労しております。でも地方にでもジムのあるホテルはあるんですか、探せば。ですね、あるところもあります。うん、ですね、もうそうですね、大体ですね、数万、1万円以内であるとね、出張族にとっては一番いいんですけど、なかなかそこは見つかりませんね。そうか、でもさっきのお話で、これから我々フレイルを避けるために健康をもっと意識するって考えたら、はいはい、そういったビジネスホテル、地方のホテルなんかにもそういうジムが入るっていうのは結構重要なことなのかもしれないですね。そうですね、ですから温泉で選ばれる方もいれば、私のようにジムで選ぶ方もいて、そうか、はい、これからそのジム需要あるかもしれないですね。確かに疲れを取る人と、まあ、より元気になって帰る人とっていう感じですかね。はい、面白いですね、はい、じゃあ竹見ちゃん、はい、メッセージテーマでメールをいただいています。メールですね、はい、川口市のりんご飴さんです。りんご飴さんありがとうございます。はい、こんばんは。飲食店に臨むこと、一人外食が苦手なものとして一人から二人用の完全個室を常設増設してほしいですね。ついたてがあって後ろから丸見えなのはまだ不十分ですといただいてます。最近ほらラーメンの一蘭っていうラーメンが、はいね、はい、いわゆるついたてみたいなのを作って、うんうん、まあね、横は少なくとも誰からも邪魔されないラーメン食べれますよね、はい、もう後ろから見られるのも嫌だっていう、うん、
いや別に僕見られてもいいですけどね。まあでもきっとこの方も女性なのかな多分。そうですねきっとそうなんですね。高弓ちゃんこういうのあったら嬉しい。でもそうですね確かに嫌です。なんか作業をしたい時にちょっとフラッと入ったカフェだったりとか、うん、ファミレスでパソコン見られたりとかしたら嫌なので、そういう意味で言うと確かに一人席って壁際になるのでどうしても背中が空いちゃってるのでそれは嫌だなとは思います。面白いね。なるほど、そういうニーズはあるんですね。ちょっとなんかこうね、こう完全個室狭すぎてちょっとなんかそれはそれで圧迫感もありそうですけどね。確かにそうですよね。そこで食べ物を食べるわけですからね。ね、そう。じゃあもう一枚いきましょう。ストーバルさんです、はい、東京都足立区の方ありがとうございます。飲食店望むもの、はい、2人テーブルのテーブル同士の間隔を気持ち広くしてほしい。さっきは個室にして狭くしろって言って今度は広くしろってみんな微妙ですね。やっぱ食事中隣の出入りでグラスや皿が持ち物に当たりそうになるし、テーブル自体がいまいち小さいところが多く思います。こちらお客さん側も出入りの際に気を使うマナーももっともっと身につけるべきかとも思います。難しいとこですね、当然お店としてはね、机を狭くする方がお客さんがいっぱい入りますから、まあ、特に混んでる時なんかはね、稼働率っていう意味ではすごく重要だけど、やっぱり当然それちょっと不便になるんでっていう微妙な塩梅ですよね。気になったことあります？テーブル。いやありますよ。やっぱこう出るときに僕ちょっとお尻が大きいんで、すいませんねっつってもやっぱりこうちょっと引っかかりそうになるんですよね。はい、冬はコートがね邪魔しますよね。なるほどね。鈴木さんはいかがですか？テーブルって小さいところは嫌だっていう。あのですね、できればこう座りやすいところっていうかですね、こう畳が嫌なので、こうやっぱり椅子がいいところがいいですね。なるほど。座りやすいところ、はい。いやでもこう聞いて思いました。お店をやるっていうのは大変ですね。うん、そうですね。だって要望バラバラです。いろんな、そうだよね。この4人でバラバラなんですか。個室にしろ狭いくしろケツがでかい、畳は嫌だって、どうすりゃいいんだっていうね。そこですよね。いやこの辺難しいですね。やっぱりね、まあ、この辺もまさにじゃあどうやって改革したのかって後で菊池さんに聞いてみたいですよね。うん、はい、さあこの後8時台、はい、浜松町イノベーションサロンゲストとして登場しますロイヤルホストなどを手掛けるロイヤルホールディングスの菊池会長、売上伸び悩んでいた社長時代、出店するよりも既存店の投資を選びました。なるほど、新しい店じゃなくて今のお店に投資するってことですね。そうなんです、はい、それはどんな理由からでしょうか。この後8時伺います。浜松町イノベーションカルチャーカフェイノベーションサロン、ビジネス界のトップランナーから異端児までをお招きし、ホットなトピックスや将来の展望をお話しする浜松町イノベーションサロン。お客様はロイヤルホールディングス会長兼 CEO の菊池忠夫さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ご存知の方も多いと思いますが、菊池さんのプロフィールを簡単に紹介します。菊池さんは大学卒業後、日本債券信用銀行、現在の青空銀行に入行されます。その後ドイツ証券を経て2004年にロイヤルホールディングスに入社、2010年から社長、そして2016年からは会長兼 CEO に就任されました。はい、ということで、まあ、先週からもしつこく言ってますけど、うん、菊池さんは私はもう以前一度お会いさせていただいたことあるんですけど、その時お話伺ったんですが、もう本当に素晴らしい、ご本人も前にして言うのもあれですけど、経営者さんで、まず何と言ってもものすごいロジカル、でただロジカルにこうやって説明できる方って少ないんですよ。だけどそれでものすごい大胆な改革をされて、しかも現場をすごく大事にされて、で、まあ、そういったことを非常に上手に説明してくださいまして、ね、見た目はすごくなんていうんですかね、ジェントルマンな、ね、今日もスーツ姿で来ていただいてなんですが、私はちょっとご本人の前で言うわけじゃないですけど、ここ最近お会いした中ではもう日本を代表する本当に名経営者中の名経営者だなと思いまして思ってたんですね。そうしたら本当にこの番組に来ていただけるということになったので、はい、いや本当に驚いているというか楽しみにしているんですが、ロイヤルグループといえば、まあ、まず何といってもロイヤルホストですよね、はい、それからてんや、はい、私も今日行きましたけど、てんや、それからシェイキーズ、はい、それからリッチモンドホテル、はい、それから実はですね、今日私の大学院の学生が教えてくれたんですが、ローズベーカリーも、やってますね、はい、ローズベーカリーって高山ちゃん行ったことあります？あります。あそこの、ちなみに僕の学生はキャロットケーキが抜群に美味しいと。そうですね、定番のメニューですね。そうなんですね。
ということで、まあ、そういったおしゃれ女子にも大人気のお店もやっているということで、今そこの、まあ、どんどん経営改革をされて今立て直されているということで、まあ、実際ものすごい成果を出されているということですね、はい。で、まあ、2010年にこのロイヤルホールディングスの社長に就任されるんですが、うん、まあ、その時こう新規に出店するよりも今あるお店に投資をした、うん、まあ、よくこう売上低迷した時にこう新業態を出そうとか、うん、はい、ね、うん、新ブランドを作ろうっていう話はよく聞きますけど、はい、そこで今回菊池さんはなぜ既存店に投資をしようと思われたんでしょうか。これ7時台の最後にね、はい、あの問いかけたことですよね、うん、そうですね、あのやっぱりロイヤルホストもですね、そうちょうど2010年に、まあ、私社長になった時に、はい、もう十数年ずっと既存店が前年割れをしてたんですよね、うんうんうん、そうしますとね、やっぱりあの既存店にお金かけるぐらいだったらやっぱ新しいことをチャレンジしようよっていうことで、うん、それがやっぱり会社がこう、まあ、負のスパイラルからこう、はい、まあ、こう脱却できない状態になっていたんで、はい、まあ、ただやっぱりロイヤルグループにとってロイヤルホストってやっぱり一つブランドの一番源泉にもありますし、はい、やっぱここをもう一回立て直さなきゃいけないと、うん、いや立て直すためにはやっぱりお金を使わなきゃいけないということで、はい、一旦もう新規は凍結してまだ今来ていただいてるお客様の満足度を上げようっていうのが、まあ、こう既存店への再投資っていう、まあ、流れになっていったっていう、うん、まあ、普通に考えてると当たり前の話だと思うんですよね。いやとはいえでもなかなかやっぱり、ね、経営者さんって、まあ、私経営者じゃないんでその立派なこと言えないんですけど、苦境の時こそなんか新しいことをして脱却しようって誘惑がありますよね、うんうんうん、それをあえて立ったっていう、うんうん、そうですね、やっぱりそこはすごく私も悩んだところだったんですけれども、はい、やっぱり ここに本当に 再投資をかけるよりも、まあ、新しいことやった方がいいんじゃないかっていうアドバイスを、ね、される方も結構いたんですけども、うん、やっぱり我々のグループやっぱりロイヤルホストがやっぱりこういい状態になることによって従業員もやっぱりこう自信が出ますし、お客様からの評価も上がるんで、もうやっぱりこれはもう不退転の決意ということで、とにかく投資をしようと。でそれで少しずつこう成果が出てきたんで、それでこう投資の対象を増やしていったっていう流れでしたね。なるほど。実際あれですよね、2012年からは、ロイヤルグループ850店舗のうちの半分以上がまあ前年のパフォーマンスを上回るように、やっぱりだから既存店がだんだん回復していったっていうことですね、うんうん、そうですね、それまではもう十数年間ずっとその既存店の下がり方っていうのも90%とか、はい、それがこう毎年少しずつ前年割れしていくと、うん、例えば 98% 10年続くと 20% 落ちてるんですよね。結局ゆっくりこう悪くなっていくんで、うん、なんかこう小手先の対処をしちゃうんですよね。なるほど、うん、例えば半導体とかだったら一気に悪くなるから一気に手を打つじゃないですか。なるほど。じわじわ真綿で首を絞めるように来るから、かえってこれが危機だと思わないから、そうなんですよ、大きな大なたを振れないっていう。そうなんですね。例えば今まで3人でやってたことちょっとじゃあ2人で頑張ってみようとか、うん、こうなんとかその小手先のところでこうなんとかかわしていこうっていうのが積もりに積もってっていうのが、まあ、当時の状況だったと思いますね。これはでも他のね、今ラジオ聞いてる方でお仕事悩まれてる方も結構いい教訓ですよね、うん、少しずつの時ほど実は大胆な変化をした方がいいんじゃないかっていうことですよね。ちょっと鈴木さん、菊池さんのプロフィールに戻りたいんですが、はい、菊池さん実は非常にユニークなプロフィールで、大学を卒業された後は金融業界にいらっしゃって、そうですね、はい、まあ、現在の青空銀行、当時のいわゆる日債銀ですよね、はい、日本債券信用銀行にいらっしゃって、はい、その後ドイツ証券にいらっしゃって、はい、いわゆるバリバリの金融マンでいらっしゃって、はい、これどういう経緯で外食に入られたんですか、ロイヤルホールディングスに。そうですね、まあ、金融業界に十数年いましたけれども、はい、まあ、ドイツ証券での仕事も非常にこう、まあ、M&A のアドバイスとか、まあ、非常に面白い、そういうことをされてたんですね、いわゆる投資銀行部だったんですね、はい、ただやっぱりこうどこかで、まあ、金融の世界からこう実業の世界っていうのを経験してみたいなっていうのはずっと思っていて、はい、まあ、たまたまその時にまあ、ロイヤルグループもですね、創業者が、まあ、一線から引かれて、はい、やっぱりその当時の経営陣から、まあ、もっと普通の会社に変えたいと、うんうん、やっぱりこう創業者とか求心力非常に強い、一言言うとカリスマ性の強い人がどんどん一人で引っ張ってるような会社だった、うんうん、そうですね、それをもう少しこう集団でね、きちんとした意思決定を、はい、まあ、できるような会社にしていきたいということで、まあ、なんか手伝ってくれないかっていうところが最初のきっかけでしたね。なるほど、その時はでも結構えっと思わなかったんですか、いや面白いチャレンジだからやってみようってすぐ思われたんですか。あ、思いましたね。当然その、まあ、それまでの仕事も非常に面白かったんですけれども、はい、まあ、今までにないチャレンジっていう意味では非常に魅力的でした。そうですかね、だってそれまでいわゆるドイツ証券、僕もなんとか分かりますけど、うん、ドイツ証券で M&A って、まあ、インベストメントバンキングって言うんですけど、そうですね、ものすごい花形なんですよ、うん、もうエリート中のエリートなんですよ。そっから外食行くって、もちろん外食も素晴らしい業界ですけど、うん、結構なギャップだと思うんですよね、うんうんうん、いやそこにあんまり迷いがなかったっていうのはすごく
面白いというか、ええ、ほとんど迷いはなかったですね。やっぱりまあこうなんか手触り感を求めてたのか、手触り感ですね、やっぱ現場に触れたいみたいな。そうですね、やっぱりこう金融の世界ってこれはこれですごくこうグローバルであって、でまあ、非常にこうテクニックだとかいろんなものもあって最先端にも触れられますけど、はい、もっとこう現場の手触り感っていうのを、うん、なんかずっと飢えていた部分っていうのはあったような気がしますね。まあ、実際もうね、外食といえば現場で皆さんが頑張って、ね、うん、盛り立てる業界ですから、うん、まあ、本当に手触り感だらけのところですよね。おっしゃる通りですよね。そうですか。あの鈴木さんどうですか、菊池さんのことをご存知だということなんですけど、どういういろんな経営者さんに鈴木さんもお会いになってると思うんですが、どういうふうにあの菊池さんのことを見られてます？あの結構難しい話をですね、すごく分かりやすく解説いただけるんですね。で、一度菊池会長の勉強会に朝ですね、朝あれ7時からですね、7時半からですね、7時半からですね、参加させていただいて、店長さんでしょうか、皆さんいらっしゃる店長もいればアルバイトの子たちも、アルバイトの子たちもちょっと入って、ロイヤルホストの、いや、もうロイヤルグループ全体で、店員屋さんとかリッチモンドとかの、そうですね、はい、そこでテーマがですね、財務諸表の読み方と。へ、大変楽しい1時間半でしたよね。楽しんでいた、はい、とてもですね、まあ、我々の例えばプレゼント編集部員でもどこまで理解してるんだろうかっていうのは怪しいところはありますけれども、はい、このその会長から勉強させていただくと、みるみるよくわかるというところでしたね。そこに現場の方がいらっしゃるっていうことは、その現場のアルバイトとか社員の子もそこで一緒に財務諸表の読み方を勉強するっていうことなんですか？そうですね、もうですね、今第10期なんですけども、もうね、受講生は多分900人ぐらいになってるんですね。すげえな。それってもともと私社長になった時にやっぱり現場と経営の距離感ってすごい開いてて、そうですよね、でこれどう縮めるかなと思ってですね、最初にやったのは従業員向けの決算説明会っていうのをやったんですね。これは決算が終わるたびに私が全国を回って、まあ、そこにいる社員たちに集まってもらって決算の内容をこう説明する、いわゆる、まあ、損益表とか貸借対照表みたいなのを見せながら、 うちはこの辺が今回コストがかかったからこの辺がこうなって、うんうん、でもこの辺でなんか客単価上がったから利益が上がってみたいな、そういう話を、うんうん、そうですね、それとこれからどういう方向性を目指しているのかっていうのをこう全国でやってたんですけど、やっぱり結構難しいんですよね。やっぱり日頃こう触れたことのない数値とか、そうすると私最初アンケートを出してもらって、はい、そのアンケートにこういろいろ質問があるとメールで返してたんですけど、うん、やっぱりこう内容が数字がちょっとわからないっていう声がすごい多かったんで、まあ、そうですね、難しいですもんね、財務諸表ね、だからそれだったら一回ちょっと勉強会やってみようっていうことをやったらもう朝7時半から9時までをですね6ヶ月やるんですね、はい、でそれを、まあ、今年は今70人ぐらい受講してるんですけども、6ヶ月あれですか、毎月一遍ぐらいやるんですか？毎月一遍ですね、でも3チームぐらい走らせるで、私は3回ぐらい月朝7時半から、ね、で資料も全部自分で作って、自分で、いや僕いろんな経営者やってるけど現場の本当にバイトも含めて現場の人に財務諸表の読み方から話す経営者とは生まれて初めて会いました、ね、すげえな、なんかこう近寄り方違う発想で考えがちですけどまさにもうめっちゃすごいな、ど真ん中を分かりやすく説明しようっていう、そうですね、ただそれをやったことによって、はい、やっぱり一番大きい声っていうのは、あ、決算説明会の説明の内容が非常によく分かるようになったと。で、私からすればやっぱり会社がどういう方向に向かっているかっていうのをやっぱり現場の人たちがこういかに納得感を持ってもらうかって今非常に大事な経営の役割だと思うんですね、はい、まあ、そういった意味ではそれをやることによってそれが理解してもらって、それが結果的にお客様へのいいサービスであるとかいいビジネスにつながると。確かに、うん、現場ってやっぱりどうしても会社の方針、うん、と自分の今仕事やってることがつながらないじゃないですか、うんうんうん、でそこでよく経営者さんビジョンとかを語って、うちの会社の方向はこうだっていうことは言うんだけど、ええ、それってやっぱりちょっと抽象的なんで、うん、現場の方からすると響かないことって多いっていうのをいろんなところ聞いてるんですね、うん、だけど菊池さんの場合はそれももちろんやられてると思うんですが、うんうん、加えても数字でお金で見るとこうなんだよっていうことからちゃんと伝えるから分かりやすいですよね、うんうん、そうですね、まあ、あの手この手でいろんな角度からこう説明をして、まあ、みんながこうなるべく納得感を持ってもらうように、まあ、こういろんな形でこう説明をしてるっていうイメージですね。現場の方はどうですか、やっぱりそれ来るとリアクションというか皆さんモチベーション上がるとかなんか反響はありますか？もう必ずアンケートっていうのを取るんですね、はい、そうするともう何十問ってくるんですけど、それもその経営塾でこう回答していくんですけど、はい、いろんな反響があるんですよ。例えばこの前財務諸表大阪でその塾をやった時に、はい、ある店長からですね、もうすごく面白かったと、うん、で自分はこの経営塾を受けて
税金選挙に行くことを決めたって書いたんですね。なんで選挙行くんだろうと、たくさん税金取られてるのを確認できたんで自分はもう選挙に行くことを決めましたっていうですね。すげえ、私いいことやったなって国のタイミングになってるんで。そうですね。じゃあ今あれですね、きっとロイヤルとかテンヤとかシェイキーズの店員さんは全員じゃないけど、そうですね、ある程度の人は、何割かの人は財務省表明、財務省が読める手、現場の人だと読めるかどうか分かんないですけど、ね、そういう肌感覚を持つ人たちがやってるっていうことですね。経営のこう考え方がまあ分かりやすくなっているっていうことですよね、はい、文化放送もやった方がいいんじゃないですか。やった方がいいかもしれないですね、はい、本当に。さあで、まあ、いよいよ本題に入っていきたいなと思うんですが、本題に入る前に外食産業のこう売上の推移ですね、はい、今の現状ですね、はい、を確認しておきたいと思います。まあ、これ日本全体でということになりますけど、ある調査によりますと、1997年に 29.1 兆円と、まあ、ピークを迎えるんですが、はい、そこから2011年に向けて下がり続けていくんですね。でその2011年をそこにして、まあ、やや回復はしてますけど、ピーク時からはおよそ4億円の開きがあります。まあ、じゃあ24、5兆円ぐらいの業界だと。そうですね、ですからやっぱりまだちょっと低迷というか、まあ、停滞感があるという業界だということですね、はい、じゃあここからは、まあ、それを前提にして今後の外食産業、日本の外食産業で成長するにはというテーマで、菊池さんと鈴木さんからお話をいただきたいと思います。まず、菊池さんにお話を伺いたいんですが、まあ、外食産業の中でも今ロイヤルのように比較的まだ頑張ってる会社と、それからまあ非常に苦しいところが出てきてると思うんですが、どうしてこういう違いが出てくるのかというところからまずお伺いしたいと思うんですが。そうですね、はい、一番の前提として、先ほど皆様のお話の中であった、はい、個室がいいという話であったり、はいはい、席の間隔は狭い方がいいと、まあ、やっぱりお客様のニーズってすごく多様なんですよね。で昔はその、まあ、70年代から産業化って進んだんですけども、はい、その頃は一つ、まあ、画一的なパターンがあったんですね。マスマーケットっていう、なるほど、まあ、まさしく。でそれがどん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 お客様のニーズなんかもこう多様化していく中 でやっぱりこの産業の一つの特徴は参入消費が非常に低いんですよね。つまりいろんな人が始められちゃう、始められると。それからあんまりこうまあ、例えば類似業態なんかもどんどん流行ってると出てきますよね、はい、そういう形でやっぱりこうまずその新しいものを作り出すのは非常に強いんだけれども、なるほど、やっぱりそれも流行り廃りっていうのも当然ありますんで、こう持続的成長につながらないっていう課題があるんですよね。新しい新規のものとかもどんどん出てきますんで、まさにさっきの話ですね、新しいことをどんどんやるっていうふうになるんだけど、目の前の既存のものがなかなか持続しないっていう。そうですね、やっぱりその一時的な成長はできるんだけども、持続的な成長にこうつながっていかないって、はい、ここが大きな課題のような気がしますね。なるほど、逆に言うと、じゃあ菊池さん、まさに先ほどの話で、はい、ロイヤルホストっていう既存のものをうまく続けられるようにしたから、今、まあ、会社が伸びてきているということだと思うんですが、その既存のものを成長させるには何が必要なんでしょうか。やっぱり人物金だと思うんですよね。人物金、やっぱり経営資源をきちんとそこに投入するっていうことだと思うんですよね。やっぱり悪くなっていくときっていうのはまず人を減らしていきますよね。まあそうですね、今まで5人でやってたのを3人でやりなさい、2人でやりなさい、それからなるべくそこでエース級の人間を違う事業に投入したりとかやりますよ ね、 そうですね、エースの人ほど新規事業やれって、やれってなりますよね、そっち回しちゃうっていう。だから人物金っていうのをやっぱりこう既存店にちゃんと経営資源を投入しないと、まあ、成長できるものも成長できないはずなんですよね。だからやっぱりその事業の中でやっぱり既存事業っていうものをどのように位置づけるかっていうものをやっぱり最初にまず定義しなきゃいけないっていうふうに思うんですね、自分たちの事業の、まあ、言ってみればコアはここだと、そういうことが決まればそこにまた再投資もできていきますので、まあ、そういったような、まあ、こう大きな戦略っていうものが大事なんじゃないかなと思いますね。ただおっしゃるのは簡単なんですけど、結構勇気がいることだと思うんですね、新しいことを先ほどもきっぱりやら、当面しらやらないって、これはどうちゃんと部下の方とかに伝えたときに反応とかどうやってご説得されたんですか。最初は多分納得感あんまりみんな持ってなかったんじゃないかなと。あ、やっぱそうですか。だからこそさっきの従業員向けの説明会なんですよ。あ、要はやっぱりこう今やるってことは今までやってたやり方と違うわけですよね。そうですよね。そうするとみんなやっぱりなんで変えるんだと思うんで、やっぱりそこはやっぱ経営者の今度説明責任っていう、今まではこう今までのやり方をやっていけば成長できた時代で、今は逆に今度非連続のチャレンジをしなきゃいけない。なるほど。そうするとやっぱりそこに関わる人たちはどうしてもこう心配
配になったり納得感がなかったり、はい、でそれはやっぱり説明責任を果たさなきゃいけないっていうのが先ほどの決算説明会であるとか経営塾になって、そうするとこう納得感が出てくる、なるほど、ね、ここにつなげてるっていうイメージですね。鈴木さんどうですか今の話聞いて。疑問が湧いてきましてですね。おー、さすが編集長。今ものすごく社会のこう変わりが早いです ね、 そうですね。でその既存事業におきましても、まあ、そのままにいるとこうニーズからどん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 離れていってしまうんじゃないかと思いまして、でまた離れていきますと今度は価格競争に巻き込まれてどん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 安い方向行ってしまうんじゃないかと思うんですね。ここから脱するためにはどうしたらいいのかというのがずっとここは今頭にある疑問点なんですけど、会長いかがでしょう。ですね、すごく難しい問題提起だと思うんですけども、確かにこう既存事業を昔のまま維持していくだけでは企業の成長にはつながらないと思うんですよね、はい、でそれはやっぱりその基盤をまず大事にしながら、はい、やっぱりこう新しいことにチャレンジを私してるわけで全くなくて、なるほど、要は既存事業がダメだから新しいものっていうのはやっぱりこれは長続きしないんですよね、はい、要は既存事業をしっかりさせた上で将来のために新しいことをやっていこう、はい、この順番の違いなんじゃないかなと思うんですね。逆に言うとその既存事業であるロイヤルやテンヤやシェイキーズの中でも何か細かく新しい取り組みみたいなのされてるっていう、どんどんやっぱり新しい時代に合わせて、はい、例えばさっきの座席の話も、座席の話ね、例えば今までだったら4人だったのが、はい、今だったら結構シニアの方が孫まで連れてくるっていうケースがあるんで、例えば6人掛けにするとか、あ、そうですか、ちょっとこう照度を強くしてより明るくしていくとか、やっぱりそういうマイナーチェンジは結構してるんです、ね、じゃあロイヤルホストなんかに今行くと比較的広めのテーブルがあってちょっと照明明るくなってるっていう、という席もありますし、はい、逆に2人掛けの席でこう可動式のものとかそういう組み合わせをしたりと か、だからまさにさっきのやれ個室がいいだのやれケツがでかいだの、うんうん、畳は嫌だのっていうのはそのお店の中で少しずつきめ細かくいろんなお客さんが来てもいいようにちょっと変え、それぞれを変えてるんですね。時代時代に合わせて変えてきていますね。ただそこで全てを変えるんではなくて、でやっぱり今鈴木さんおっしゃった通り、やっぱりこう時代に合わせて、まあ、例えば、高齢化が進むからじゃあ和食を出してみようってなると、はい、やっぱりロイヤルホストなんかそういうのに向いてない構造になってますから、それはやっぱり新しい事業で取り組んでいかなきゃいけないと思うんですよね。いや僕ね今日実はその先ほど言ったように、うん、羽田空港の天屋に行ったんですよ、はい、せっかく今日お会いするっていうことで、久々に行ったんですけど、驚いたのがちょっとまあしばらく行ってなかったせいなんですが、まず天屋なんだけど蕎麦出してるんですよ、うん、出しますね、お蕎麦出してて、それから価格帯も500円台の、まあ、天丼から、うん、実は900運10円台の、うん、結構高めの、うん、がっつり系の、はい、オールスター天丼ですか、オールスター、はい、っていうのも出してたり、うん、それからお酒も飲めるようになってたり、かなり実は選択肢があるんですよね、うんうん、だ結構迷ったんですよ、おー、うん、みたいな。だからあれもやっぱりいろんなお客さんいて、お酒飲みたい人もいるし、がっつり食べたい人もちょっと少しでいいっていう人もいて、うん、かなり柔軟性も出してますよね。そうですね、昔だったらねもっと品目数も少なかったのが、うん、先ほどの話で本当にお客様がどんどん多様化してきているので、はい、昔のマスマーケットがどん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 今小さくなってきちゃってるんですよね。でこうだん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 多様なニーズが出てきてるんで、そこにどう合わせていくかっていうのが今問われているポイントですよね。なるほどね、うん、もう一方で当然ながら今日本の外食産業全体っていうのは、うん、いわゆる中食とか内食っていうふうに言いますけど、はい、いわゆるコンビニとか、うん、ホカベみたいなのを買って、うん、家で食べるっていうニーズが増えてるわけですが、うん、その中で外食産業っていうのはこれからどうやっていけばいいというふうにお考えですか。そうですね、やっぱりいわゆる内食とか中食っていうものも今質がどんどん上がってきてると思うんですよね、はい、だそういう意味でいくとやっぱりそこに対してどういう価値をお客様に、まあ、提供するのかっていうことが、はい、まあ、また我々もそのもう少し質を上げていかないとやっぱりどんどん取られていってしまう、うん、これが一つの論点と、はい、あともう一つはですね、逆に今デリバリーとかいろんな形での、まあ、レストランのものも家で食べられると、あ、そうですね、だから逆に言えばこれピンチでもありチャンスでもあると思うんですね、自分たちでやっちゃえばいいじゃんっていう、ある意味そうですね、はい、逆にうちが、まあ、料理は作るけれどもその配達は例えばいろんな企業にお任せしますとか、まあすね、最近 Uber Eats とか入ってますからね、逆にそうすると外食のものをこう Uber Eats でお届けいただくとか、うん、だからここになんかはチャンスだと思うんですね、自分たちでその機能を持たなくても。鈴木さんはこの辺の今外食の他方で内食中食が出てきているという状況どうご覧になっていますか。ですね、まあ、大きな流れで私は感じておりますのが、はい、そのやっぱお一人様志向っていうかですね、そのプレゼントで言いますとその孤独の特集が売れるんですね。へえ。でこれは孤独を肯定的に捉えている人たちなんですね。
孤独が好きっていう人たちなんです。そういうことなんですね、はい、で孤独の好きな孤独の時間をどういうふうに過ごすかと、それをこんなふうに過ごしたらどうかということをプレゼントでこうあの私ども の紙面でやっている特集についてすごく人気が出てきていると、そうしますとこの外食のことでも重ねてみますと孤独、まあ、のマーケットっていうのもあのもっともっと出てくるんじゃないかというふうに。孤独のマーケットね、キーワードですね、はい、まあ、実際孤独のグルメっていうね、はい、漫画がドラマありますもんね、はい、菊池さんどうですか孤独。あの多分ですねこのラジオを聞いて、はい、明日ぐらいに誰かそういうの開発するライバル会社が出てくるんじゃないなるほどね、面白いです ね、ちょっと一回ここ で CM 行きましょうかね、切りましょうかね、はい、このお話まだまだ続きます。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、放送浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ。今日は今後の外食産業で成長するにはというテーマでお話ししています、はい、なんかツイッターが来てるみたいなんで菊池会長への質問がツイッターから来てる、はい、読んでみましょうかね。お答えいただければと思います、はい、赤鬼さんです、ありがとうございま す, います、会長質問です。新しいニーズに合わせるのはよくわかるのですが、はい、社員が見つけたニーズっていいものなのか悪いものなのかはどうやって見極めればいいんですか、いい質問ですよね。現場で何か社員さんが見つけた時にそれをどう判断するかっていうことですね、うん、その前にちなみにこの赤鬼さんっていうんですかねは、別のツイートでロイヤル会長いい声だなっていう、ありがとうございます、いい声ですよね、響く声です、今日いい声の人多いですね、ね、羨ましいな、先ほどの彼女には、ま、負けますけど、ね、いえ素晴らしい声です。というわけで今の質問どうでしょう、はいはい、あのすごくいい質問だなと私も思うんですよね。で私もあの社長の時って結構やっぱり一人でお店を回るっていうのをずっと心がけていて、へなるべくあのなるべく予告しないで真実がどうなってるのかっていうのを、まあ、予告しないで、まあ、そうですね、ある意味抜き打ちだけどフラッと入るっていう、そうですね、あの抜き打ちっていうとちょっとなんかやらしくやらしいですよね、むしろまあこうお店に一人で、まあ、こう事前に言っときますと、ね、いろいろ備えちゃうんで準備しますもんね、自分で真実のこう瞬間をこう見たいなと思って待ってたんですけど、はい、そういう時にやっぱりこう、まあ、いろいろ直接こう話を聞くとやっぱりこういろんなことを気づきをこう言われることって多いんですよね。でやっぱりそういったことってやっぱり本当に現場に一番近い人しかわからないことなんで、はい、ただそれをそのままよしじゃあその通りにやろうってやっちゃうとまたもしかしたらそれが間違ってる可能性もあるんで、それはやっぱり常に頭の中に入れておきながら、あこれって全体に共通してる事項だなと思えばそれはじゃあどう変えていこうかとか、だからまずその話を届くようにしておくっていうのが一番大事なポイントじゃないかなと思います ね、 なるほどね。その場で変えるとやっぱり実は違ってたってことも当然ありますんで、仮説として持っといて、持っといてっていうことですね。そうですね、それが普遍的な大事なポイントなのか、それとも一店舗だけの話なのか、それをやっぱり検証していかないといけないと思うんですよね、まあ、ただ逆に言うとかなり菊池さんはその現場に行っていろんな店舗フラッと入ってなるべくまあ店員の方の声とかを聞くようにしてるっていうことなんですね。そうですね、あのやっぱりもう事前に言っちゃいますとね、いろいろ準備したり大変なんでですね、なるべく一人で事前予告なく行って、下手するとちょっと失礼なあれですけど菊池さんが会長だって知らない場合もあるんじゃないですか。あの最初の頃はもう誰も分かんなかったんで、まあ、あのいつもコーヒー飲んで帰る人みたいなそういうのも実際にあったと思いますね。でね、ロイヤルホストは比較的行きやすいんですよ。行って誰もいなければね、コーヒー飲んで、あのアルバイトの子でね、あの頑張ってますかぐらいでいいわけ。そうですよね、広いし、そこにねバイトの子が来て、なんかあ素敵な紳士がなんか私に声かけてくれたぐらいの感じですよねいい声の紳士が。そうですね、でもいつ頃からかね、お店に行ったらですね、こう住職室って、まあ、社員の食堂食事するとこなんですけど、はい、そこにこの人会長って写真が貼ってありますそんなゲリラで行くから たまにフラッと来るって書いてあるだんだん現場でこう知られ出てきたね、来るぞみたいな。そうなんですよ。それで、まあ、ロイヤルホストなんか行きやすいんですけど、店員がすごく行きにくかったんですよね。あの天丼毎回食べるわけにいかないんで。そうか、行ったら毎回天丼食べなきゃいけないからね。今日は2店舗行こうかなって、ね、2つは食べられないですもんね。それで考えたのがですね、あのアイスクリーム大作戦というのを考えました。あの7月ぐらいになると、あの車のトランクにアイスクリームを山ほど積んで、はい、それをこう袋で差し入れですって入ってたんですよ。
そうすると入りやすいじゃないですか。そうすると今度その彼らもですね、こう今会長がここ来てるから次そこ行くはずだってツイッター LINE で連絡し始めるんですよね。 LINE でやり取りしてるんですか。私は必ず行くと、あの他の店には言わないでねっていう話をしてやってました。いやすげえな。まあなんか適度な緊張感もそれで生んだかもしれないですね。いやでもこんな方はなかなかいないですよ。いないですよ ね。でもう一つ、あのこれも多分外食で重要なテーマだと思うんですが、当然今人手不足、はい、ですよね、はい、で一方で、まあ、人手が足りなくて中で、まあ、皆さんすごく現場が大変になっていて、はい、まあ、それに最近は、ね、AI みたいなものを入れるか、はい、みたいな議論がありますけど、あの辺についてはどういうふうにお考えですか。そうですね、やっぱりあの人、まあ、やっぱり外食産業って人が携わることによって共感を生んで、だからこそ付加価値をいただける、はい、まあ、産業だと思うんですよね。ただ今の人手不足っていうのは非常にその価値自体を揺らぐ可能性があるんで、うん、やっぱり共感の部分を削ってしまうと産業としてのあの本当の本質がなくなってしまう。共感、うん、だからそれ以外のものをいかにテクノロジーによって代替できているか、うん、例えばあのお皿洗いであるとかお掃除であるとか、ここの部分はお客様が共感する場所ではないですよね、うん、やっぱりこう接点でどういうコミュニケーションがあるかとか、だからそれ以外に要はそこに関わらないものをいかにこうテクノロジーで代替していくか、うん、あのやっぱりテクノロジーの議論すると人の仕事がなくなる、はいはい、これあのオアの関係ですよね。オア、はい、うん、でも私は外食産業はウィズの関係にできる。いや一緒にってことですね。そうですね、人ウィズテクノロジーで、テクノロジーのサポートがあることによってよりこうお客様とのおもてなしのところにきちんと時間を使える、こんな形でテクノロジーがうまくおもてなしと接点を持ったら、私はあの外食産業の将来性は明るいんじゃないかなと。なるほど。いうふうに思う。あの私実は以前その菊池さんから一度お話を伺った時にすごく感動して、今でも実はあのメモっててですね、たまに勝手に自分の相手だと言わないですけど、いろんな人にも言ってる話があって、あの労働には3種類あるってお話ししていただいて、肉体労働、頭脳労働なんだけど、これからの時代は感情労働。感情労働、そうですね。あの感情労働っていうのはやっぱりこう自分の感情をコントロールしてお客様のに対してこう応対をしなきゃいけないとか、まあこういろいろこう接客だとかドクターとか教師なんかもそういう側面が非常に強いと、うん、だからまあある意味でこれから肉体労働はロボットに変わって頭脳労働が AI に変わっていくと、やっぱり働き方で感情労働ってすごい本質になってくると思うんですね、うんうん、ただこの感情労働って一つですね、すごく弱点があってストレスがかかるんですよ、はい、うん、やっぱりこう自分の感情をこうコントロールしながら接客、だからそうです。そうですね。あ、そうか。ええ。だから逆に言えばその感情労働により集中できるように、それ以外の仕事、例えば報告事項だとか棚卸しだとか皿洗いだとかお掃除だとか、こういったものは全部テクノロジーに代替してもらって、逆に自分はその感情労働、お客様との接点により集中できるような価値を生み出せば。なるほどね。逆に言うとそれによって、まあ、多分あの現場の方々もこう何ですかね、あの笑顔になって、うん、でお客様ハッピーになって、で現場もまた笑顔になっていくみたいな、 そうですね、そこが実はこれからの外食産業の結構ポイントなんじゃないかっていう。もうおっしゃる通りですね。だから働き手がもっともっとこう余裕を持って、うん、お客様と接するように我々はテクノロジーをいかに活用できるのかっていうことが今問われてるんだと思いますね。なるほどね。というわけで本当に編集長と経営学者がこんな筆圧で書きますかっていうぐらいの強い筆圧でメモ取ってました。2人とも力入ってました、メモにね。金言ばっかりでしょ。とんでもないです。ありがとうございました。でまだまだお話をお伺いしたいんですけど、ちょっとねもう時間が残念ながらですね、はい、またぜひいつかお越しいただきたいと、はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。今回の今後の外食産業で成長するにはというテーマでお送りしましたが、別の観点からですね、書かれた本のご紹介です。合同フォレストから発売中の倉本武ジュニアさんの誰も知らなかったラーメン店投資家になって成功する方法という本です。ラーメンを作らなくてもラーメン店のオーナーになる本なんですけど、インターネット通販や、インターネット通販サイトや書店などでチェックしてみてください。Jキャストニュースブックウォッチにはこの本の書評も掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは LINE 公式アカウントの友達数が48万人を超える人気サイト。文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。はい、浜松町イノベーションサロン、本日のお客様ロイヤルホールディングス会長兼 CEO 菊池忠夫さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。ビジネ
スに役立つ経営学者の漫画アニメ解説。この時間はアニメと漫画をこよなく愛する飯山さんが経営学者の目線で独自の分析をします。今日紹介するのは漫画アブさんですが、キーワードは何でしょう？令和の時代には本当にアブさんが存在する。もうさっきの話からずいぶんギャップがありますけどね。もうなんかレベル低すぎて嫌なんだけど俺なんだよこのギャップ。いやいや、まあ、アブさんはアブさん素晴らしい漫画ですけどね、はい、いやまあね、まあ、というわけで皆さんね、あのアブさんといえば、まあね、あのまあ、大変な漫画なわけですけど、この世界観に浸っていただくためにアブさんのアニメ主題歌を聞いていただこうと思ったんですが、うん、実はアブさんなんとアニメ化されておりません、うんうん、というわけで同じ、作者水島新司先生が作って同じキャラクター岩田哲五郎が出ているというつながりで、水島先生の世界観に浸ってもらうためにこちらをお聞きいただきましょう。堀江光子で野球狂の歌。すごいですね、北の国からみたいなはい、堀江光子で野球狂の歌お聞きいただいて、ぐんぐんランランだけですけど、なんかすでも、ね、知ってるいいのこんなの流していやいや懐かしい。というわけでアブさんね、これ今流れてない野球狂の歌ですけど、うん、まあ、同じ水島先生のアブさんといえば、まあ、あの僕と同じ世代かそれ以上の方よくご存知だと思いますが、主語をね、大酒飲みの強打者影浦康武通称アブさんが主人公の野球漫画で、1973年から40年以上にわたって連載を続けてきた、まあ、名作中の名作ですよね。ビッグコミックオリジナルとかで連載したと思うんですが、アブさんはそもそもプロ野球の南海ホークス、ね、今のソフトバンクホークスですね、にドラフト外で入団して代打専門として活躍した後、大英ホークス時代にはレギュラーをつかみ三冠王に輝き、そして2009年に62歳で現役を引退、62歳ですよ。そして翌年からはソフトバンクホークスの2軍助監督を務め、今年まだ連載やってんのこれ、もう終わったんだけど、まだ続いてるんですか。1軍助監督に昇格しホークス一筋の野球人生を歩んできたと。なんといっても47歳でシーズン56本塁打達成、本塁打王、打点王、60歳で打率4割で首位打者ですよ。すごいですよね。すごい話。まあ、アブさんといえばほらバット握ってもうね酒をブシャーってやって、うん、一升瓶からねこう飲んで、そう、シューめちゃめちゃ酔いどれなわけですよ、うん、だけどなぜかホームランを打つっていうね、まあ、脅威の漫画なわけですけど、2014年にね惜しまれながら惜しまれながら、惜しまれながら、すなちゃん読んでた？いや読んでましたよ。まあさすがに40年は読んでないですけどまああの要所要所で要所要所でね、僕も要所で要所で読んでるわけですが、まあというわけでアブさんといえば、うん、ね、当然ながらこういうわけでいわゆる高齢でありながら現役のスポーツと選手として、うん、しかも、ね、だって47歳でホームラン王ですよ、うん、で60歳で首位打者という、うん、まあ、超人なわけですけど、でも今そこまではいかないけど、この令和の時代にちょっとそれっぽい人が出てきてるわけですよ。確かに。つまり特に最近ね、つい先日話題になりましたよね、今度 J1 に上がるサッカーですけど J リーグ横浜 FC の三浦和ですよ、うん、和だって今、今年横浜 FC が J2 を2位で終えて J1 昇格を果たしたわけですけど、うん、和今53歳ですよ。まあ、アブさんです。通常考えられないですね。普通サッカー選手も30ぐらいになったら引退かみたいな時代もね、ありました。サッカーって特に運動激しいじゃないですか、うん、でもちろんねこれ数についてはあの本当横浜 FC で出れる実力あんのないのみたいな批判をする人がいるのも分かっていますが、とはいえ、まあ、結構遜色ないプレー試合だとできてるんで、これを53歳でやってるのはすごいわけですよね、うん、で実際ね最近ちょっとこれあの特にすなちゃんに聞いてみたいんですけど、我々が子供の頃と比べると40代50代近くなっても活躍できてる、第一線で活躍できてるプロの選手って増えてると思いますか？増えてると思います。僕同級生結構プロ野球選手が同学年でいましたけど、42でもまだ 3,4 人いましたから。誰ですか？松井和夫とか上原浩二とか。松井和夫か。そう、福浦とかで、これロッテにいた選手ですけど。上原今年ですよね、確かに。対して上原、そうですね、今までずっとやってたっていうことです、はい、40代前半までね、うん、で例えば有名なのはあと元中日ドラゴンズ山本昌ですよね、うん、50歳1ヶ月、ね、そしてなんといってもマリナ、メジャーにいたイチローですよね。イチローも45歳まで、うん、
できていたということで、これやっぱりね、あのスポーツというののいわゆるその健康管理とか選手のそういったコンディション管理の技術とか仕組みとか知識が上がってるんだと思うんですよ、はい、で数なんかも当然体調管理というのすごくよくやってて、実は僕の知り合いのですね、知り合いみたいなちょっと遠いしたんですけどが、実はカズのマッサージトレーニングマッサージみたいなのをやってる方だって言われてて、でやっぱすごいきめ細かくやるらしいんですね。なんでだからやっぱりそういうことをやるからできるようになってくるっていうことだと思うんですね、はい、でだから逆に言うとアブさんみたいなのダメなんですよ、さすがに酒飲んで、アブさん酒飲んでブシャーだからあれでいくのやっぱね本当に超人なんだなんだけど年齢的にいくと、あの多分お酒とかのむしろ飲まないんだけど体調管理をすることで今40、50ぐらいになれる人ができていて、ちなみにですね今最年長でいくと今年の4月にイスラエル、はい、ね、のサッカーの4部リーグで、73歳のゴールキーパーイサク・ハイクさんという方が現役でプレーをされていて、はい、世界最年長のプロサッカー選手による試合出場としてギネス記録に登録されたそうです。なんか想像ができないですけど、ね、73歳のゴールキーパーですよ、はい、で今日の話としてはこれどういうところに収まっていくんですか。いやいやだからほら今日のなんだっけ、さっきのほら鈴木さんがフレイル、フレイル、フレイル、フレイル度がめっちゃ低いと40、50になっても、鈴木さんありがとうございますこのネタ持ってきてね、今もう今パッと奇跡ですよ、奇跡ですよ、偶然ですよ、偶然ですよ、ね、そんな突っ込む質問されると思わないからさいやだからね、フレイルを抑えていくと、うん、ね、アブさんやカズのようになる、まあ、アブさんフレイルだと思いますけどねね、こうそういう技術いろいろこう調べたりするとあるよっていうことですね、はい、早めに取り組んでいきましょうっていうことですね。最後自分でフォローしてフォローしますよ、だって経営学者の目線です。フレールでいいじゃん、フレールでいいのか、はい、以上ビジネスに役立つ経営学者の漫画アニメ解説でした。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、さあお送りしてきました浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ、閉店の時間が近づいてきました。次回のお知らせです。来週の浜カフェ、これ常連さんの枠ですかね、はい、スマホで書いた小説、僕たちはみんな大人になれなかったが話題の小説家萌柄さん、あこれお客様8時台の方ですね。そして常連さんにビジネスインサイダージャパン編集長浜田恵子さんをお迎えしてお送りします。あのビジネスインサイダー編集長の浜田恵子さん、あのもともとアエラの、うん、を非常に躍進された編集長として大変有名な B1 編集長で、今もビジネスインサイダー、今若い人にすっごい見られてるニュースサイトなんですけど、そこの編集長ですね。あの非常にあの若い方の感性をつかむのがすごい上手い方なんで、うん、楽しみにしてるんですが、もう一人のお客さんの何、萌柄さん、これ高井美ちゃん知ってるの？ツイッターですごい人気で、特にあのご著書の、今ご紹介になった僕たちはみんな大人になれなかったっていう本は表紙が写真集みたいなんですよ。なんかすごいおしゃれで、何が書いてあるんだろうみたいな、思わず手に取りたくなるような本が書かれてて、なんか中身はめっちゃネガティブなんでしょ。ネガティブというかちょっと暗い日常の中に光が差し込んできたみたいな感じの文章というか物語ですね。人が来週来るそうです、はい、萌柄さん、どうなんですか、謎すぎて興味深いですね、うん、はい、ではあの今日いただいたハッシュタグ浜カフェのツイッターの投稿を読んでいきたいと思います。はい、はい、村田雄介さんです。 ありがとうございます、はい、先ほどの菊池さんの放送にコメントいただいてます、はい、共感を大切に、飲食店でお客様が共感しないポイントはテクノロジーで代替、お皿洗い、掃除、発注、共感はキーワードですねといただいてます、うん、あの村田さんは共感というやっぱり菊池さんのキーワードにすごく響いたっていうことですよね、うん、まあ、分かりますよね、やっぱ人間でないと共感できないんで、いやロボットや AI ではできないことだっていうことですよね。鈴木さんどうですか、今日菊池さんのお話伺って。はい、あの大変興味深いお話で楽しい時間でしたね。これからですね、あの菊池さんに直接お会いして話をしたいという方がいらしたらぜひにと思いますのは、あの1月の20日にですね、来年の1月20日に行って、はい、竹橋の一橋講堂で、はい、プレジデント経営者カレッジというか試みをやります。そこに菊池会長もあのお越しいただきますので、あのお話もっと詳しくお話聞きますとともに、20日です、はい、月曜日になりますね。一橋カレッジで、一橋講堂、講堂で、はい、これはプレジデントのなんかウェブサイトかなんかに行けば分かるんですか。はい、あのプレジデントの方の、ホームページであのご案内しておりますので、ぜひご確認いただけたらと思います。こちらにあの菊池会長をはじめですね、
オリックスの宮内彦さんや、セブン&アイの元会長ですね、鈴木敏文さん。鈴木敏文さん出てくれるの？はい、ぜひ。そりゃすげえな。ぜひ直接。そりゃやりましたね。はい、いろいろと、もしあの騒動以来初めてじゃないですか、そういう人前に出るのほぼ。あ、そうかもしれません、はい、どんな話が飛び出るか楽しみにしております。すごい経営者勢ぞろいで、新年早々というか、はい、僕が行きたい。ぜひお越しください。潜り込ませてほしいですね。いやそれはすごいな。でもまあ今日ね、本当に菊池さんのお話素晴らしかったんで、これ聞いてちょっと菊池さんのお話聞きたいという方は増えたんじゃないですかね、はい、今日の話聞くと、やっぱり日本の外食産業っていうのはチャレンジも多いけど、その共感とかね、そういうことを武器にしていけばまだまだ可能性はあるっていうことが分かったような気がしますね、はい、今日の放送 YouTube チャンネルだったりポッドキャストでも配信されます。ぜひ改めて聞いてください。ここまでのお相手は入山明恵と高原恵美と鈴木勝彦でした。文化放送、砂山敬太郎でした。菊池会長が新規出店よりも内部投資にこだわったのはそういう理由だったんですね。実はうちの店も起死回生の一手として内部投資をするんですよ。え、なんかいいマシンでも入れるんですか？いや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 、内部投資といっても何かの内部を投資する手品なんですよ。つまり投資は投資でも、あの透けて見える方の投資ですね。マスター、手始めにお客さんのお財布の内部を。僕の財布の中に入ってる金額わかるんですか？見えた。お客さんの財布の中身5100円だよ。マスター日本一。正解は時間かかんな小銭、わかりました、1800円。はい、手品にゃ。めちゃめちゃごまかしてるじゃないですか。もうさようなら。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、次回も火曜夜7時から皆様のご来店をお待ちしております。